長野県西部地震は、1984年9月14日午前8時48分に、御嶽山山6の長野県基礎群大滝村直下を、震源として発生した MJ6.8 の地震である。大滝村では、震度6を記録したと推定され、被害が集中した。震度が、推定になっているのは、当時地震計が置かれていなかったためである。 震源の深さは2キロメートルと極めて浅い地震であったが、この地震によって地表面に断層は現れなかった。余震分布の観測結果により、延長1 5トルの北東南西走行の右横ずれ断層と直行する延長5キロメートルの北西南東走行の左横ずれ断層の2つの断層が活動しことが明らかとなった。震源域の真上では、 一部の範囲で重力加速度を超えた5から10ヘルツの振動により石や木片が飛んだという報告がある。水資源開発公団のマキオダムに設置されていた地震計は300ガルを上限とする設定であったために振り切れていた。これらから新ー部では振動6を超えた激震だった可能性もある。発生当初は南関東直下地震や東海地震、 山梨県を震源とする地震とのデマが流れた。震度4以上の揺れを観測した地点は次の通り。このほか福島県から島根県にかけての広い範囲で、震度3から震度1の揺れを観測。東京都千代田区大手町でも、震度3を観測した。吉田明夫、青木元らの研究によれば、1948年の福井地震。 1969年の岐阜県中部地震、1984年の長野県西部地震と続いた一連の地震との関連性が指摘されている。なお、この地震に先立つ1979年には御岳山が噴火している。2017年6月25日には本神王の近くで長野県南部を震源とする地震が発生しているが、気象庁は、 本震との関連性は低いとしている。地震による直接的被害は少なかったものの、前日までの連続雨量150ミリメートル以上を観測した地域もあり土砂崩落を誘発しやすい状況にあった。田野原の駐車場から望むうたき崩れと呼ばれる山体崩壊した最上部大滝川がせき止められて誕生した自然死者は松子市地区での13名。 滝越地区での1名。行方不明者は、うた崩れによる15名。合わせて29名が犠牲となった。負傷者10名。家屋被害は、全壊14棟、半壊73棟、一部損壊517棟に及んだ。なお、全壊した家屋はすべて土砂崩壊による、倒壊、流出であった。名古屋大学の調査では、白湖、湯野屋、 犬山観測点の温泉中に含まれるガス中の CH4AR 及び H2 が優位に変動した。また、1978年の御竹山の噴火活動で形成された噴気口から噴出していた火山性ガス中の CO2 及び温度は変化がなかったが HEARH2ARCH4ARN に AR をのおのの比率は1980年以降増加を続け直前の1週間には1981年の100倍を観測していたが地震後に減少なお H には岩石の破壊に由来していると考えられる地質調査所の調査ではアテラ断層、松代断層中央構造線上の各観測点の計141カ所の観測項で RN 濃度の変動が、周年変化を外れ上昇していた。異例被災害後、4年がかりで、御嶽山麓には9カ所の砂防園庭が作られた。SBC 新越放送が、災害に関する被災地住民向け現地放送を行うため、9月19日から1ヶ月に限り、新越電波管理局より非常用放送局の免許を受けて、大滝村臨時放送局を設置した。 放送局の放送施設を災害対策本部の置かれている役場庁舎内の優先放送本部に設置し、優先放送の内容がそのまま新越放送の放送として流れるようにしたのである。ありがとうございます。